菊池雄星さん、ひっそりと開幕5連勝。ブルージェイズの菊池雄星投手が7日、敵地のパイレーツ戦で今季最長の6回3分の1を投げ、4安打無失点で開幕5連勝を飾った。投球数93で2四球、3奪三振、防御率は 3.35 となった。ようやっとる。空気なのかわいそう。代表に出る出ないで注目度違いすぎるなほんま。最多勝争いできそうかな。日本人にホームラン打たれるマン。このまま積み上げられれば20勝いけるがさて。腕振ってストライク投げれば大丈夫を体現してる。でも、みんなの記憶に残るのは藤波だよね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。